おはようございます。今朝の6時半とかです。今日はこれから出張で福岡の方に行きます。なんか前に愛と今と北海道の方に出張で行ったことがあるんですけど、なんかその時3人で朝6時とかの便に乗らなきゃいけなかったんですけど、2人はちゃんと行ったのに私だけ寝坊して6時の便乗れなかったっていう反省点があったんで、その今日は反省を生かしてちゃんと15時の便取ったんですよ、寝坊した無理やに。だけどなんだろう、今日は6時半にちゃんと起きてしまいましたね。で、まあ、福岡で今日の夜プライベート仕事を話して明日の便で帰る感じなんですけど、明日が17時とかの便取ってるんで、今日は仕事だけするんですけど、明日多分福岡をちょっと回れるかなって思うんで、福岡 Vlog 撮ろうかなって思います。じゃあ福岡はいはいはい。今羽田空港時間があったのでちょっとマッサージチェアしてたんですけど、マッサージ終わってからなんか若干寝ちゃってて、結構寝ちゃってまして、疲れてるのかもしれない。でも気持ちよかった。これから飛行機に乗ります。歩く歩道大好き。歩く歩道じゃないね、動く歩道大好き。なんか自分が2倍速く歩く。福岡もお天気いいといいな。いっぱいお散歩したいからね。マッサージチェアで寝てたせいで一番最後になっちゃった。空港のこの部分にいるイカゲームの最終回思い出す。私も引き返そうかな。雨です。福岡もお天気いいといいな。雨です。一回お散歩したいからね。雨です。すごい綺麗。クリスマスツリーもあります。一人で来るのもったいないよな。京都丸ホテルグランドハイアット福岡です。お風呂めっちゃ綺麗なのよ。広い、嬉しいよね。お風呂が広いと洗面もめっちゃ綺麗よ。今日はこれから偉い人と話をして、で、ね、明日がフリーなので明日は優雅にアフタヌーンティーとか売ってようかなって思います。じゃあまた。これからこのシャバダという焼肉屋さんで仕事の話をしながらお肉を食べようと思います。めっちゃお肉が美味しいらしい。楽しみだね。出てキャナルシティの中を通ってこれからご飯を食べに行こうと思います。食べたので一回ホテルに戻ろうと思います。このキャナルシティっていうのがこのグランドハイアットとつながっててすごい便利。糸島まで来ました。車ですごい、なんか今糸島の方で山をずっとダイブしてたんだけど、なんかあまりにも景色が綺麗なところがあったからつい降りちゃいました。風やば。
杉の屋さんに来ました。これから利き酒をします。美味しかったお酒パレットでも出そうかなって思ってます。白米大吟醸、あ、違う、白米みたいな純米大吟醸いただきます。あ、本当だ、すごい。なんか YouTube やってて動画を撮らせてもらってたんで、はい、大丈夫ですか。今飲んだね、木戸浜でね、はい、日本の最高品種、世界3位のお酒でした。すごい。で、これがね、うちで一番の甘口です。で、今度は飲むお酒、新宿の創業者の名前ね、明治3年創業。甘口で、辛口で、少し酔ったわみたいなね、顔してるとね、あ、見てる人が面白くない。確かに酔ってきたわ。で、次がね、生酒。はい、生の無料化の原酒です。あんなさん、わかりますか。はい、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 じゃあ、いただきます。それとか、これはね、あの、ちょっと詳しい、ちょっと詳しい話ですよ。どうもありがとうございました。皆さん来てね、杉村です。ただで飲めるよ。